お疲れ様です。マフィーです。今回も無補正ということで、こちらですね。このエルロジュリーダーのマタンデッキ紹介します。この進化のレビアタンをね、使いたいということで、こいつがね、リベンジ持ってて、普通にリベンジデッキ組むのもありかなと思ったんですけど、サスターシャ最近当たって、そっちでね、リベンジデッキ紹介したなということで、今回普通に使ってきます。こいつはね、エルロリーダーのマタンとか、あとマフェリリーダーのマタンで使うのがいいかな。サタンと一緒に使ってあげるみたいな。サタンとヤタンでね、攻め続けたいですね。っていうのも、最初ね、このリンク条件、デッキの条件とかもないんで、メヒとかで使ってたんですよ。なんかこういうメヒとかにね、入れようかなと思ったんですけど、なんかメヒだとパワー不足で、こう、リベンジできるのに、結局飛ばせずにみたいな、飛ばせないから次相手に飛ばされるじゃんみたいなところがあるんで、こいつを出すときは相手にねめちゃめちゃ HP 削られてるって状況なんで、だったらこう HP 削られて飛ばしに行けるっていうことを考えるとエルロリーダーかなっていう、まあ HP とかを考えるとね、このメヒの方が出しやすくはあるんですけど、結局ね大きなダメージを受けてしまうと、なんだろう、レビアタンで飛ばしに行けないみたいなところもあるんで、それだったら最初の方でねエルロとかでガリガリね削ってあげてみたいな感じですね。つってもまあメヒでもいいのかな。まあまあとりあえずこれでねやっていきたいと思います。まあ使っていくデッキがあるとしたらね、こういうデッキがまあ普通にリベンジ使うのがいいかなと思うんですけど、リベンジはね俺サスターシャの動画で、サスターシャを今度ねリベンジの動画上げたいと思いますんで、そこでね組みたいと思います。さあ普通に使っていこう。まあせっかくねこう条件のないリベンジっていうところもあるんで、条件なしで使っていこうかなと思います。せい、何が来るかな。竜とか来てくれるとダメージを負った後にリベンジとか狙う。おお、これはちょっとしんどいな。まあでもやれなくはないな。これ初手エルロ行って特殊ダメージ払わないんでね、エルロは初手エルロ行ってあげて、なりはです、ブラ、もう見えた、もう見えました。これ方程式見えました。はい、見えた。ただアレス対面はちょっとリベンジ火力出しにくいかな。相手からのカウンターによるダメージを当ててくるっていうデッキなんで、そう考えるとちょっと微妙なんですけど、まあ頑張りますか。いらっしゃいませ。よし。ルキアいいですね。ルキアはアレスのタイミングをねずらせるんで悪くなくて、まあこれ2ターン入れて夏ブラシ6いこうかな。よいしょ。2名か。普通にダメージ高いけども、相手は、これマタンっぽいですね。HPD にはマタンっぽいんで、ロックとかを警戒していきたいですね。さあ、S 罠あるかどうかで全てわかる。やめろ。S 罠やめろ。つま先、顎、脇やめろ。S はやめろ。S あるやないかーい。まあ悩んだからないかなと思ったんですけど、まあ OK でも、サタン引いたなつい。よしよしよし。フィニッシュ見ていきたいよ。まあ一回夏ブラいきますか。夏ブラでちょっと形組みまして、さあどっちだ？リアか。まあまあまあ。まあ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 。大丈夫大丈夫。OK。3手でこんだけ削れたらめちゃめちゃでかい。はちゃめちゃにでかいよ、これ。はちゃめちゃでかくて、これ角穴くるか。はいはいはい、うわ S2 枚引いてるのはやばいよこれ。エンマだったらきついな。けどエンマだったら最速変置きを受けるんで、俺はガルムだと思うんで、これはねこっちにしましょう。 OKOK、 ああそっちね。 OK でもそれはまだマシやな、ガルムよりは。火ダメがね抑えられるんで OKOKOK、 いいよいいよ。で夏村の召喚もあるし、ロックでアレスずらしてっていけばこれ勝てそうですね。普通に勝てそう。なんか普通に勝てそう。普通にやればいけそう。なんかシンプルに削りに行きたいな。どうだ罠。アレス混角決められるから、待てよ。A さん行くとアレス混角でしょ。アレスでも戦略でしょ。ワンチャンってもいいけどな、これ。ロックずらし。ロックずらしで良さそうだな。ロックずらしするか。ロックずらしして。よいしょ。で、ここでアレス出させないようにしようか。ね、なんなら罠駒もワンチャン出せないみたいな感じにしようかな。で、ロックでロックとか釣れたらそれはそれで美味しいんで、春出るんでね、ここはロックいきましょう。で、一番右の駒なんで、これは OK、ロックですね。よしよしよし。で、ここはもうロックで削ってあげて、アレス打たれてもサタンで飛ばせる形作っておけば大丈夫ですね。よし。OK。まあ、これ普通に相手のキャラ駒残しておいていいんで、2枚返しとか適当に打っといて、OK、これはシンプルに火力押し。火力押しで勝ちます。で、1490されるけど、サタン圏内に入るはずなんで、いけますね。いけるよな。2000円くらい。いけるね、いける。1490されて。いけるいけるいける。48出るからいけるな。よしよし。49出るか。もうちょい出るな。もうちょい出るな。なんだろう。もうちょい出るな。2分くらいだから。5100くらい出るか。OK。はい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 。大丈夫大丈夫。2枚しかリペアされてないんで、これもサタンあるんでね。サタンあるんで。ちょっとさ、まあ、ちょっとこのタイミングはね、レビアタン打つ暇ないんですけど、まあ、サタンあるんでね。サタンでね、終わらせたいと思います。よいしょ。OK、2600ぐらい出るはずなんで、大体この、3600出た。あ、相手キャラが4枚か。ごめん、3枚でやってない。3枚で考えてた、今。4枚ね。オッケーオッケー。まあ、シンプルに、これは削り押しですね。そう、速攻するなら、メヒよりエルロの方が速攻しやすいのかなっていう感じなんで。さあ、次行こう。そうだね、なんか速攻リベンジみたいな。うん。このリベンジは、なんか速攻を促進する感じで使ってますね。相手、うん、そうだよな、結局リベンジするときって、相手のダメージの 60% 返しだからさ、そこで飛ばせてないと負けるみたいなところがあるんで、まあ、あとはコンボ狙いとかしてもいいかもしれないですね。コンボ普通に強いんでね、このエルロジュじゃない、なんだっけ、レビアさんは。OK。さあ、この神タン対面。神タン結構軽く出してくるんで、レビンジやね、シャリュンじゃないかねっていう、無理ですけど。どうしようかな。レニアド置いといてもいいけど、まあ、エルロいきますか、普通に。先に削っといて、削らせてもろて、で、ロック引いてるのは悪くなくて、おお、ブチャラティ。ブチャラティ引いてますか。ここブチャラティロックで釣ってもいいな。ほい。うん。まあ、まだ打たなくていい。まだ打たなくていい。まだ打たなくていい。で、C6 マナゴマとかから入って適当にね、行こうかな。ただこれ、そいつから切ってるからワンチャンミューズ持ってんな。ミューズ持ってたらロック打った方が良かったんですけど、いや、トップ引きかい。リリティエー、助けて、リリティエー、助けて。ブラ。まあ、言うてこれちょっとレニアドでビビらせますか。これで、こう、特殊打ったら返すみたいな。でもな、打たれるよな、絶対これ。絶対打たれるけどな。絶対打たれるけど、ちょっとでもビビってくれたら嬉しいんだよ。ビビれ。よし、ビビった。オッケー、ビビったらこっちのもん。ビビったら俺のもんだと思いたいですよね。相手の記録も残しつついきたい。よし、サタン引いたの熱い。で、ここは、どうしようかな。夏ブラウッドとして D2 から入られて、あそこつながれてって感じか。まあ、夏ブラかユーハのどっちかだけど、まあ、ユーハかな。確実にユーハでいこう。これ D2 から打たれて、夏ブラ取られる動きワンチャンあるんで、ユーハからいきます。で、はい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 。変身する。ロックのタイミングしっかり見ないとな、ここつながれる可能性。さあ、これレビアタンだな。レビアタン引いたら激アツ。レビ、このレビアタン引いたらめっちゃ熱いよ。レビ引け。レビダメか。ダメですか。なら、まあ、カードから行くしかないですね。で、次、ロックって耐えて、サタンで飛ばせるかな。まあ、でもこのハデスを強いはシンプル。ハデスはシンプル強い。で、ロックあるんでね、こっちには。こっちにはロックがあるんで。ロックに全幅の信頼を寄せている。よし。で、相手のキャラゴマ取らないようにいきたいですよ。アイシ熱すぎる。いやー、でもこれ飛ばせるかな、次のターン。行くしかないか、でもこれはちょっとブチャラティ言ったら、ここで釣らないと厳しいよな。いけんじゃないかな、結構削れてるな。で、こっちのキャラコマ、あ、待って、こっちのキャラコマ、E1 来るな、これ、やべえ、やべえ。E1 で2100になって。そうだよね、そうだよね、そうだよね。やべえ。いや、待ってよ、でも、いや、でも、行くしかないな、これ、行くしかない。ちょっときついや、いけるか、いけるか、いけるか。あ、いける、いける、いける。これいったわ、いったわ。危ない、危ない、ギリギリや。よっしゃ、危ね。これいったわ。オッケー、いける、いける、いける。だって、愛し引いてるとね、そう、愛し強い、愛し強いんですよ、結局。愛し強いです、皆さん。こういうことです。オッケー、愛しが世界を救うんですよね。で、ロックのタイミングも良かったですね。よし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 。今のレビアタン引いてたら、もっと、ね、ロック打たずに飛ばせてた可能性はあるな。今のレビアタン引いてたら結構強かったと思うわ。いや、そう、どうだろう今、どんぐらい削れた？6000ぐらい出せるもんな。うん、強かったな、レビュータン引いたら。で、相手キャラ、多分1枚返ししかできなかったんで、ブチャラティとミューズのバフ込みでも1枚なら耐えれたくさいんで、うん。今のレビュータン引いてたらめっちゃ強かったですね。残念ながら引かなかったんですけどね。まあ、引かないっていうのはしょうがないです、普通に。さあさあさあ。てか、サタン強えわ。今ので飛ばせるのは本当にスキルバッジ解除の強み出てるわ。めちゃめちゃ強い、こいつ。めっちゃ強い。バッチついても結構使えたけど、解除されてめちゃめちゃ強いって感じ。オッケー、これはレビアタンチャンス。レビーレビーやったんこない。あ、でもいいね、手駒。てか、アイシェがね、本当に強い。アイシェ。アイシェなんですよ。アイシェ愛してる。アイシェを愛しててます。はい。俺、こう見て一途なんでね、同じ人を5年間片思いしたことあるんでね、本当に一途だよ。とか言いながら、デッキに関しては全然そうでもないけどね、オセロニアに関してはめちゃめちゃ浮気症なんですけど、なんかいろんなデッキ使うかな。さーてと、どうしようかな。これどうしようかな。相手のキャラゴマ残しつついくなら縦取りもありなんだけど、縦でいくか。でこいつコンボ 1.7 なんで許容してから動きこうしよう。でこれでレビアタン引いた時のことも考えられるんでね。これで X 来たら春のコンボ2枚返しでつなごう。そして相手の 1.7 倍受けて、でレビアタンみたいなチャンスもねちょっと狙ってみましょうか。さあレビアタン来い。レビーチュイッ、あー長い。まあでもここはエルロージュでいいですね。エルロージュ2枚打ってあげて、でトップでレビアタン引いたら熱いみたいな状況作りますか。で相手バフ引いてないし、とりあえずこれでいきますか。で、さあ、まあ、D5 とか打たれても結局レビアタン引きたいみたいなところなので、OK、レビアタン、まあ、引けなくてもまだ全然 HP は残るけど、これ引いときたい。はいバッキャロー。いや、こうだな。で、いや、きついな。今、レビアタン引いてたらめっちゃ強かったんだけどな。これ耐えれるかな。6615か。でも相手オーラ引いてなくて、ワンチャンあるな、まだ。お ?OK? 待てよ。1、2、3。いくつだっけ ?800 か。3300。まだ飛ばないか。じゃあロックやな。ロック打てば OK。はい。よいしょ。飛ばないな、今の。3300で。飛ばないから、これで。よいしょ。さあ、あとはここ耐えればいける。エルケスくんだよ。やばい、ナイス。死んだか、これは、さすがに。レビアタン来なかったな。まあ、発想は良かったけど、まあ、しっかりオーラも引かれて、両毛からの観覧は普通に強いですね。やられた。ロック引けたの強かったけどな。いやでも、サタン打てばよかったな。結果論だけど。これ B6 来ると思ったよな、今。B6 来て、ファースト打てないかなと思って。でも、サタン打つべきだったかな。そしたら、でも結局今、角来てファースト打てるんかいってなったからさ。まあしょうがないね。いや、B6 来ると思ったからさ。今の、角来るとは思わなかった。まあ。まあいいや。でも、レビアタン来ねえな、あいつ。手駒来てくれたらめちゃめちゃ熱かったけどな、今。レビアタン引いて。削ってサタンで終わらせるみたいなこともできたんだけど、来なかった。うわーお、レビアタン刺さんなそうな対面ばっかり来るな。で、こういう対面に関してね、こういう対面に限って、レビアタンめっちゃ手駒に来てか、サタンやばくね？お前手駒に来すぎ。優秀か？愛してるわ。やっぱ愛してよりサタンやな。いや、でも愛しても愛してる。ありがとう。さあ、愛して引いてます。なるほど。アイシ引いてると、じゃあ俺もアイシ引いちゃうよ。おい、ダメでした。どうしようかな。わりかし悩む。まあ。これちょっと、これ風車でいこうか。マイティ。はい。いや、結構ね、でも風車、相手のキャラも残るかな。いや、まあ、残さなくてもご利用しできるみたいな感じでいきたいな。ファースト引いてるんで OK、 フェリクル。でもね、これあれだね、相手に動線をつながせてレビアタンなんかも狙えるんで、意外と風車はいいかもしれんな。はい、おお、なんとも言えないな。これ X でもよかったかな。まあ一旦こっち行こう。で、こっからですよ。これ春とか雑に打たれそう。これ取ってもいいけど、どうしよっかな。レビアタン引いたら許容してもいいな。なるほどな。なんとも言えないな。でもこれ取るか。レビアタン引けてたら、ファウストで C に打って許容しながら、レビアタンで動線組みに行けるんですけど、ちょっと引かなかったんで、こうします。で、D5 ファウストから入る方、C6 のコンボ弱え。相手のキャラもここから残るんで、OK、春打たせて、まあ、このダメージ返せるだけでも十分ですね。で、ここレビアタン引いたら、2004、ちょっと待てるな。なるほど。削りたいな、どうしようかな。相手のキャラゴマ残しつついくと考えて、こっち6行こう。こっち6行って、で、A4 来てくれたらめっちゃ美味しいけど、さすがに打たないか。E3 とか来て、C に打って相手、そうだね。当然組めるから。A4 来てくれたら美味しいな。でも角来るか。いや、でもどっちみち D5 でコンボは組めるな。おお、つなげる。このつなぎ地味にうまい。これ取らせてサタンの火力を落とすって3段でしょ。うまいな。OK、ハデスいた、熱い。てか、全然レビアタン来ねえな、あいつ。何やってん。まあ、一回これはサタンじゃないわ。こっち行ってあげて。でも負け筋あるんだよな。次で飛ばせないと負けそう。ハル3枚返しつながるしな。ロック怖いな。けど愛車引いてるから事故ってほしいよ。その守護者は強い。まずいな、ロック打ってるから。いや、これどこかな ?1234、2800、4800。いけるかなあ、愛車引いた、愛車引いた。6800。え、待って待って、いけそうじゃないいけそうじゃないいけそうじゃないいけそういけそういけそう。よいしょ。よいしょー。アイシ最強です。まあ、アイシ行かなくてもいけたっぽいですね。あっし、危ねえ。ロック打たれたら危なかった、今。オッケー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 。いや、勝てるんだけど、レビアタン全然手こないくらい。でもね、結局そうなんよ。速攻デッキって、結構速攻で終わらせられるんで、手駒に回る間もなくね、終わるってことは結構あるんでね。あ、待って、間違えた。よいしょ。結構前の勝率出ちゃったな。最近ちょっと筋トレしててさ、その筋トレのせいで、まあ、筋肉は増えるんですけど、なんか PS が落ちてる気がする。なんかあんまりオセロニア、なんか惰性でやってる感じ最近してて、PS を引き換えに筋肉が増えていくみたいですね。でもいいこと、俺筋肉の方が今欲しいんで、PS を筋肉へとね、コンバートしていきたいと思います。さあ、来い。あ、神田。これさっき当たった人だな。ニュース入ってた、まあ、テンプレっぽいですね。レビアタンはまだ見られてないから。オッケー！レビアタン引いた。ついに来たな。お前さっきから全然来なかったけど、ついに来てくれた。どうしよっかな。ワンチャン X あるけど、エルロから打って D6 進行の春で行きたいけどな。でも、成り打ちワンチャンあるな。まあ、エルロから打っとくか。別にいいや。こいつ後半まで残しとく必要ないから。結構速攻できるデッキなんで、このデッキ。速攻でいっちゃおう。で、レビアタン使いどころ大事よね。これはレビアタンチャンスだな。逆に。けど、どうしようかなってところ。ハデス。先ハデスでいいや。で、軽く出してきたらレビアタンでダメージ返して。で、ロックあるんで、でもこれね、逆にチャンスなんですよ。サタンの火力も上がるんでね、相手キャラゴマ増やしたんで。さあ、出してくるか、軽く。オッケー、でも英語もだから、あ、これちょうどいいよ。あ、これめっちゃいい。オッケーオッケー。クラリーチェめちゃめちゃいいな、これ。ありがたいありがたい。これめちゃめちゃ美味しい。そいつの子も代償なんでね。で、はい。さあ、これはレビアタンいっていいな。普通に4000ぐらい出るぞ。特殊ダメージ。くらい。45出たわ。強い。オッケーオッケーオッケー。これはレビアタン強い。これはレビアタンめちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。これはめちゃめちゃ強いや。よし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 。これはめちゃめちゃ強い。まあ、S 駒だったら押される可能性はあるけど、A 駒だったらね、逆にこうやってカウンター取れますね。よし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 。で、1.6 枚まだ耐えれるから、ここ大事だね。はい。ファズと、ミューズ取りに行く感じでいいね、これ。うん。で、ロック打てるしな、最悪。1.6 枚まだ耐えれるでしょ。で、ミューズ取りに行く感じでいいか。顔目でもよかったな。あ、顔目でもよかったな。顔目で。オッケー、一回防衛してくる。待てよ。1枚、ブチャラティ引かれない以上はこれ耐えれるな、まだ。ロック打ったとしたら、次のターンで飛ばせる可能性は低いな。ならここはロック打たない方がいいかもしれないな。これまだ耐えれるんで、こっちにします。ブチャリティめっちゃ怖いけどな。ブチャリティめっちゃ怖いけどな。で、ロック打っても次でね、飛ばせる可能性ちょっと低いから、サタンとかとブリキしないと。そうだよね。オッケー、これ耐えた。よし、確定台。確定台持っていって。で、これで削られてサタンか。よし。あ、サタンじゃねえわ。ファーストか。オッケー、今のはめちゃめちゃ良かったね、レビアタン。めちゃめちゃ良かった。この C 打ち春明に対してレビアタンでカウンター取れるみたいな感じの動きができるんで、なんか使っててそんなに弱くないというか、普通に強いな、レビアタン。マタンに入れるのはありかもしれないですね。サタンヤタンはありかもしれん。こういう時にめちゃめちゃ役に立つわ。オッケー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 。悪くねえよな。メヒで使ったんですよ、俺。今月入った時、こいつ手に入れてね。メヒだと、なんかしっくりこなかったんですけど、意外とエルロだったらありかもしれんな。メヒってなんだかんだフォースとかで軽く落とされるところもあるし、こうやって速攻する分にはリベンジ速攻みたいな感じで、そこは悪くないですね。で、コモも強かったから今取られたっていう感じなんですけど、でもさっきカードをカゴメでよかったね。あれカゴメでよかったわ。多分2手飛ばしするにはトップサタンしかなかったから、カゴメ打ってトッププティ打たれても E4 打たれても大丈夫な状況を作ってみたいな感じでもよかったですね。まあ。オッケー、これ大事よ。これ大事。これはマジでレビアタン出番よ。さあ、頼むぞ。いやー、ランタン引いてんのか。強いな。まあ焦ってここはエルロから打たなくてもいいな。ベルグレーで使わない方向性で、縦取りハルして、さっきと同じ感じでワンチャンいけねえからレビアタン引いたみたいな感じでさ、無理かな。まあ X 来るでしょ。 X 来ない、それすげえ嫌だ。逆に嫌だわ。逆に嫌ですね。はい。まあここ変置きできるんで、こっちでちょっとコンスタントに火力出しまして、柔らか連撃。ただ乱体引いてる以上はちょっときついな。はい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 。レベーター欲しいな。引いてくれ、引いてくれ。引かない。エルロで取ります。よいしょ。よいしょ。いいよ。削りは強い。問題は俺が削りきれるか。で、当てられるでしょ、これ。あ、当ててこないのね。オッケーオッケーオッケー。当ててこない。で、ここは引き見てから。ベニヤード弱いな。どうしようかな、これ。いや、F4 打たれるとまずいから、E1 で削りに行くのは違うな。で、ここ削りに行っても次で飛ばせるわけでもないので、ロックでこっち打っとくか。相手に動線組ませないようにすれば死ぬことはないんで、とりあえずこうしましょう。で、おっ、よっしゃ、オーラ釣った。熱い熱い。これは熱いよ。シンプル熱いよ。ただ火力足りるかどうかだな。結局俺の引きにかかってる。芋。で、潰せるけど、ここに火。はい、ハデスめっちゃ強い。めちゃめちゃ強い。OK、これは次確定台ではある。ただ問題は飛ばせるかどうかだ。問題は飛ばせるかどうかなんだよ。これ S 駒引いてる可能性高え。高えよ。頼むぞ。頼むぞ。このハデスは超強い。野外豆 S 駒濃厚でしょ。クロリス切ったし、まあ、ワンチャンあってティルーとか、ティルーとグエリアスだったりだな。こい。レビアタン来いよ。火力出されろ。よし、レビアタンチャンスだ。今だ。今ならいける。レビアタンいけ。引け。来い。来い。あ、オッケー。まあ、ファーストなら勝ったな。でも、あいつ全然手ごに来ねえじゃねえか、レビアタン。せっかく、でもね、普通に強ない。なんかこの引き。なんか俺の引きが強いのはあるけど、サタン、ハデスっていう駒が強いのは間違いなくあるけど、なんかそこそこ勝ってますけど、なぜか知らんけど勝ってる。オッケー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 。引き強いな、でも。引き強いわ。普通に引き強いわ。S2 枚ぐらい引いてるもん、さっきからずっと。まあ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 。もうちょい行きたいな、もうちょい行きたい。もうちょい行きたいよ。ちゃんとレビアタン活躍させるけど、手駒に来ないんだよな。手駒に来るまで終わっちゃうんだよな。頼む。来い。来い。早く来てくれ。レビッちゃん。でもね、こういうバフリーダー対面は、レビアタンあるとめちゃめちゃ活躍できると思うんだけど。オッケー、これもレビアタン全然強いよ。頼む。レビー。来ねー。でもハデスめっちゃ手ごまに来る。愛してる。ありがとう、愛してハデス。俺の嫁はお前に決めた。さあ、エルロって、なんかエルロージュ強いな。マフェリー作らなくてもエルロージュでもいいかもしれんな、普通に。って思ってきたけど、やっぱマフェリーの方が強いかもしれない。あ、乱体は逆に熱い。逆にレビアタンを火力上げていく。もうプラス思考でいくよ。リンガット。そんな駒もいたな。来たー。やっと来た。お前やっと来たな、この野郎。待たせやがって。待たせやがって。今なんかスラムダンクでさ、なんだっけ。3年間も待たせやがってみたいな小暮くんのセリフが今頭の中をよぎった。さあ、これはうまく立ち回りたい。つってもレビアタン引いただけだとまだ勝ちには持っていけない。ああ、これリリティエっぽいね。ユエハ来ないか。まあ適当にカゴメとか打っといて発送したらおいしいしないか。まあ、レニアドの可能性もあるんで気を落とさずいきましょう。この状況だとレビアタン打ちにくいけどな。でも火力出してきたら打ってもいいかもしれない。強引に削ってコンボも強くてみたいな。でもコンボそれ強いねんな。まだ相手の記録も1面つき800だから油断できないな。ビナ。あー、どうしようこれ。え、待て待て。ビナでしょ。はい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 。おつけ。このビナは美味しいと見ていいと思う。あっち打つ。角来る。まあでもこっちか。よいしょ。うん、これでまだ半分いかないでしょ。あの罠めんどいやな。けど D5 にレビアタンありかもしんないな。コンボ狙いでいこうかな。罠回収できるもんね。そう来るか。これ罠回収しながらってありなんかな。レビで罠回収しながらコンボで狙うみたいな。でもちょっと危険かな。悩むなここ、めちゃめちゃ悩む。いやこれ悩むな、めっちゃ悩むな。いや守護つは守護つ無理しない無理しない無理しない。で F2 で削ってきたらワンチャンレビ圏内持っていけないから、無理かさすがに。ちょっとそれはしゃしゃってるか、さすがにないか。いやでも F2 来るな、これちょっとミスってかな。レビアター打ってもよかったかな。でもちょっと手駒にフィニッシャーないもんな、不安だわ。えこれレビアターンじゃないなあ。なるほど、これで飛ばされないと見てるな。今来たんじゃないこれレビアターン。いやでも特殊きついか。いや特殊きついかな。でも行くしかねえな。今1万1000でしょ。いや行ったなこれ。ハデスのコンボめっちゃ強いな。行ったレビアターレビアター行ったこれ行った特殊できるよ。ほ熱っこれは、このシナリオはちょっと予想外だったわ。よし熱っ何これ熱っこれはちょっと予想外のシナリオだったな。さすがに耐えれると思ったんだろうな今。こっちのキャラ、相手キャラゴマ少なかったし、サタンも耐えれるみたいな感じでいったんかな。いや言うてでもハデス強え、夏ブラハデス強え。でも F に打たれたら一番きつかったな今。F に打たれたらさ、一応 E3 とか打ってたけど F2 の駒のコンボスキル B6 でつながるから F2 来たら結構やばかったな今。ちょっとワンチャンしちゃったかな。まあなんか罠回収しながらのレビアターもったいねえかなと思っちゃって。アポロンこれ最後にしようかな。勝っても負けてもこれで最後にしよう。アポロンか。アポロンは最後に来るからレビアターン打つ暇あるかどうかやな。しかもホースとか絶対入ってるでしょ。その HP は絶対あれだから、ワナアポロンじゃない方だから。なるほどね。けど手駒めっちゃいい。そう、このデッキねマジで手駒が強いんだよね本当に。基本的にすぐ打てる駒ばっかりだからな。よいしょ。だから駒投げ感がとんでもないんですよ。すぐ打てる駒ばっかりだから駒投げ感半端ないんですよ。普通なんかさ S 引いてもすぐ打てない駒とかも中にはあるじゃないですか。だからあんまりそういうのってね、駒投げ感あんまり見なかったりするんですけど、このデッキはマジですぐ打てるんで、駒投げ感半端ない。まあ、駒投げデッキなんですけどね、実際そんなところある。実際そういうとこある。はい。守護、悪くない。まあ、ユーハとか適当に打っとくか。よいしょ。軽やか連撃。まあ、90% 返しなら許容っすね。で、アポロンなんで、アポロン怖いな。ロック大事やな。ロックまだでも人も来てないけど、これリリティとか貼ってくれたら美味しいけど、こいつ見せてる以上は今貼らないか。あ、貼ってきた。OK。だったら X 集合でいいな。ほい。OK。ロック引いた。熱いよ。IC 下もちゃんと引けてるんで、相手のロックは怖くないですね。ここは集合っちゃって。回収できない。レニアドでもない。なんだあの穴。何あれ。ちょ待って、考えるわ。ハロルドか。ハロルドかな。ワンチャンジルドレか、グラキ系。いや、怖えな。ハロルドの香りがしてきた。ハロルドとかめっちゃ久々に。ちょ待って、ワナポロンなんかな、その HP。なんか、それと、わかんねえ。ワナポロン、あ、取ってきた、でも。取ってきたってことはワナポロンじゃないか。わかんねえな、その穴。わかんない。はい。レニアド。まあ、レニアドでちょっと様子見るか。ハロルドの可能性あるしな。レニアドでちょっと様子見よう。ほい。違った。夏ピリキだな。わかった。夏ピリキだ。これを、多分。で、まあでも、相手の HP 削れてるから、夏ピリキか。そうなるとちょっと火力出しにくいけど、まあとりあえず、軽やか連撃全部打ち切れたら大きいな。めっちゃ悩んでるな。これ、どうすんだ。罠。こいつ踏みじゃないと思うんだけど。踏んでいいと思うんだけどな。はい。踏みて。踏んで回収してロックって延命な気がするけどな。踏みます。しまったー。やべ。いや、そうだよなー。けど、まだいけるな。まだいける。いやでも、いやきついな。いや俺だったら、踏みだったら E4 打つんだけど、そうだよな。だって E4 って取られたらさ、夏ピリキコンボスキル開くみたいな感じで、だから踏みじゃないと思ったんだけど、甘かったか。えなんだそれ、ちょっと待って、これきっつきっつ、待て、アポロン今チャージ溜まってんのかな。でも6ってさ、次飛ばせなくね。600勝アポロンチャージいくつだっけ。65だとしても71で、あ無理だな。6で当てて、なんか4枚返しサタンとか狙ってみるか。それで飛ばせるかどうかはさておき、それぐらいしかやることないな。アポロン持ってる以上はこれしかないよな。いやーミスったな、まさかのアゲハか。これやられたわ。踏みならね、俺 E4 行くんだけど、アンデッドさすがにサタン引いて無理だな。これ4枚しかないもんな。無理だな。あー無理か。ってことで負けました。でもレビアタンの活躍めちゃめちゃ見せられたんで、個人的には満足っす。 D に受けばよかったな。 D に行ってアゲハ避けたらよかったな。まあまあまあ、でもアゲハって結構こういうところあるよね。なんかアゲハ読みってマジでむずいんだよな。逆に相手は E4 打った時に D2 に打たれるのを警戒したのかな。けど俺夏ピリキあるから、そこをなんかこう逆にね D2 に打ちにくいみたいな感じで、罠駒2枚でっていう感じでね、あったと思うんですけど、1枚上手でしたね、アゲロが。ということで今日はここで終わります。まあ、レビアタン活躍したんでね、結構初見殺しみたいなこともできるし、こういうマタンデッキ向けですね、個人的には。メヒよりはマタンデッキに入れて、こう飛ばせるときに飛ばすみたいな感じでね、こっちの方が普通に火力とか出しやすいんで、よかったらぜひ皆さんもマタンデッキで使ってみてください。そんなわけで、この進化レビアタンいいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、Twitter のフォロー、ミールラムのフォロー、等々よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。